皆さんこんばんは。青キング&ユーマのトーキンボックス。はい、記念すべき第1回目でございます。来ちゃいました。来ちゃいましたね。来ちゃいましたよ。来ちゃいましたよ。前回はね、ほんとちょっとまあスマホでもう一点一箇所から撮って、みんなでもう DIY かのようにね、照明を作りながら、あれはあれでよかったです、ね、あれも楽しかったですよね、はいはい、でも今回はなんとね、もういきなりですけど、こちらにもう素晴らしい画質のカメラと、しかも DJ の手元が映るカメラがね、なんとここ、こんな感じで、ございますのでね、そうなんですよ、これをね、スイッチングしてくださるクルーもいらっしゃるということでね、非常にもうワクワクしておりますが、この番組は僕、原優馬と新宿三丁目にあるボックスバーの店主、青キングとで、毎回素敵なゲストのミュージシャンや音楽家と DJ をお迎えして、リアルタイムで DJ プレイを聴きながら、あーだこーだと好き勝手に投稿する企画です。DJ もミュージシャンも音楽好きもお酒好きも、これを見なければ損といった内容をお届けします。実は聞きたかったこと、そして DJ とミュージシャンという近いようで遠い存在、そして DJ から見たミュージシャン、ミュージシャンから 見た DJ だとか、そういうところね、はい、溝を埋めるようなことをね、飲みながら楽しい企画です、ね、やっていけたらと思っております。では本日のまず僕がご紹介するゲストミュージシャンは、キーボード、ピアノ、そしてバイオリンも弾いてしまうスーパーピアニスト、半田明典くんでーす。皆さん、ありがとうございます。お願いします。いえ、ようこそ新宿三丁目。お願いします。いえいえいえ、半田くんはね、僕も年齢が近くてね、現場でもご一緒したさせてね、いただくことがあって、ね、素晴らしい。いえいえ、こんなこと言うのに言われるか。もうで、リトグリからね、リトルグリーンモンスターからね、もうヤマピーもだし、平成ジャンプとか、そういうのももうやってる。多分聞いたことありますよ、彼のピアノ。そういう感じも、そういうことだよね。まあ、かもしれないですね。かもしれないね。もしかしたら。半田明典くんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。めっちゃ楽しいです。キング。もう、めちゃめちゃ高揚してます。DJ 紹介していいですか？お願いします。スイコさん。イエー。イエイ、ありがとうございます。そして、ビズニーズレコードから新郷高橋。イエイ、おめでとうございます。どうぞどうぞ。そうですね、まずは、スイングさんがね、ちょっと DJ プレイをしていただいて、そして新郷さんに、こちら待機してトークに一緒に参加していただきたいですね。うちの、ね、お客さんなんか皆さんご存知だと思うんですけど、スイングさんね、今日は DJ としてお呼びしていますけど、本業はピアニストさんなんで、またその辺でちょっと面白い話聞けたら。確かに確かに、じゃあ早速スイングさんの曲名、スムース、スムースいいっすね。そうですね、はい、記念すべき第1曲、イエーイ。知ってますよ、これ、うん、これ知ってます、知ってます。これまさにスインゴさんじゃないですか。って、そうですよ。いやいや、17年前、2003年ぐらいにやってたバンドの、初7インチですね、自分的には。ジャケもかっこいい。かっこいいですね。まあでも、まずはね、このせっかくもう新宿三丁目ボックスバーということなので、めっちゃおしゃれ。今日のね、一杯。そうですね、バーですからやっぱお酒がないとね。じゃあそこキングお願いします。今日ね、ちょっと前回のカクテル、いや、その自家製のね、漬け酒の紹介だったんですけど、今日は後半にちょっとスカッチ、スカッチ、スカッチをちょっとね、の中でもちょっとアイラ、スコットランドでもいろんなところで蒸留所があってウイスキー作ってるんだけど、アイラ島っていうその島で作ってる個性豊かな蒸留所の中で、さらに個性強めの、はい、銘柄をちょっとご紹介したいと思います。ハードベック、ね、これあれですよね、スモーキー。そうですね、はい、なんですけど、生ガキに入れてたんだ。生ガキ、生ガキのからのところに出して、そういうのにも合うって言われて、実際そういう蒸留所ツアーとかのコースに組み込まれてたりとかして、
り好きな人は蒸留所を巡るっていう、はいはいはい、そういう旅は村上春樹とかもあのウイスキーを巡る旅みたいなそういう本をあの書いてたりして、アイラ島に実際訪れて牡蠣にこの酒を入れてみて、すごい、鈴木さんめっちゃ酒も詳しいですね、めっちゃ詳しい、やば、だからそういうの想像しながら飲むとまたいいんじゃないかな、バーテン、今日はバーテン、半分バーテンだね、半分すごい、何でもできる、何でもできる。そんな中でこのアードベックのちょっと飲み方、今回は3種類に分けてやってみようかなと思うので、ソーダ割り、ストレート、で、トワイスアップって飲み方があるんですけど、トワイスアップっていうのはその1対1の割合で常温の水を足すっていう、常温ってあんまり飲まないですね。そう、これがね、温度が冷えてると香りが閉じちゃうので常温の方が香りが開く、年齢順で、ゆまくん、年齢順そうだな、ストレートで、こちらあのトワイスアップ、はい、で、じゃあ、しごくんは、はい、ソーダ割りで、イエイ、お待たせしました、イエイ、トワイスアップです、木村壮吾です、ドラゴン、おゼロ、あ、ありがとうございます、あれ前回とちょっと繋がってる感じがやばいですね、ちょっとこれ触れなきゃいけないですね、さすがの DJ、 前回実は第0回というね、記念すべき回があった時にゲストでいらしていただいた木村壮吾さん、大阪モノレールのドラマ、こちらの楽曲で今叩いているのが、そうですね、ということになりますね、すでに展開が素敵ですね、まあでもまずはちょっと乾杯をね、そうですね、乾杯してなかったね、キングお願いしますじゃあ、おめでとうございます、ではでは、お邪魔せ、はい、酒と音を楽しみましょう、はい、すごい香りが違うでしょ、おー、スモーキー、間違いない間違いない、今日朝まで飲んじゃうから、僕はハンちゃんって呼んでるんですよ、だからみんなそうだよね、結構ね、そうだ、大体ハンちゃんなんですけども、ハンちゃんもその育ちがアメリカ、そうね、アトランタ、ミネソタ、ミネソタ、全然違うかね、ミネソタで、アメリカのミネソタで、何年ぐらいお住まいですか、4歳から9歳ぐらいまでずっと、割と、いろいろ覚えるのがアメリカ時代だった、ある意味でもね、一番重要な頃ですよね、人間の形成されるところで、あ、そうかもしれない、だとしたら、そうかもしれない、確かに、でもその、最初の覚えた言葉っていうのは、どうなんだろう、どっちだ、日本語だ、多分一応日本語が最初っぽいけど、でももう一回ほぼ忘れたね、アメリカ人に、あ、そう、使わなかった、忘れちゃいました、だから日本に帰ってきて、簡単に喋るぐらいは、その親と喋ったりする程度には喋れてたけど、読み書きはほぼできなくて、ああ、そうなんだ、ほぼ、だからもう大変だった、なるほどね、でも今は日本語はできる、そう、あ、でもね、聞くのはね、英語の方がね、実は早かったです。面白い。それはあるかも。じゃあ、歌詞とか聞くときは、英語の方が早い。映画もそうです。映画なんかね、字幕、字幕のに対するツッコミや、あ、なるほどな、みたいなのもありますよね。全然違うって言うもんね。うわ、なんか、ちょっと、そうですね。そうそうそう。バイオリン。そう、バイオリンは何でまた、何でまたって言ったらあれだけど。俺、バイオリンが先なの。そっからピアノに行った、そう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 、ちゃんとやりだしたのがやっぱ遅くて高校ぐらいかな、今はじゃ あの新宿はピアノで、新宿はピアノでなんかレコーディングとかでバイオリンもやるみたいな、なるほど、なるほど、でもすごいですよ、前にあのジョンペさんっていうね方のアーティストのねサポートを一緒にギターとキーボードっていう編成で、なるほど、シンガーのね方のした時は曲、ある曲になると急にバイオリンなんですよ、何そのかっこいいやつ、歌とギターが急に超える、モテたい、ずるいわ、モテたいモテたいそうです、視聴者の皆さん、そうですよね、そんな中で今日はあの
ピアニストさんとしての半田さんのお話なんかもね、聞けたら。そう、だから慎吾さん、慎吾さんはピアニストさんであり、DJ さんであり、プロデューサーさんであり、酒の紹介、ね、バーテンダーも手広い手広いでも、ハンちゃん自身はこういうソウルバーみたいなところにさ、意外と一人でこそっと行くタイプでしょ。あ、行くとしたらこそっと。そうだよ、もう誰にも言わないで、ね、はい、基本的に。なんかそのそれぞれの楽しみ方あっていいと思うしね。基本ミュージシャンだって隠していくことの方が多いから。大体なんか一人で誰とも喋らずに飲んでるかな。そういう時に、お仕事なんですかって聞かれる時には嘘をついたりしない人。嘘をつく時もありますし。あるんだ。いや、それ楽しいなと思ってて。はい、なるほど。なんか、まあ、それは何人かで、行った時に、有名な人も一緒に行ったのに、ミュージシャンだと相手の気づいてなかったから、はいはいはい、兄さんだって仕事何って言われたんで、アパレル系っつって。で、急遽みんなの、頑張って、それを役を演じるみたいな、俺パターナーみたいな。それも面白そうだね。それ面白いですよ、ね、楽しい。なんかテーマ決めちゃって、そんなのね。で、嘘をつくときは何屋さんは？え、でも、ね、何屋さんって言わずに適当になんか、なんかちょっと専門系の、はいはい、畳の張り替えとか。そんなことない。俺何にも分かんないよ、畳のこと。何にも分かんない。一応やるなら突っ込まれた前提で。そう、ある程度はなきゃいけない、多分ですね、こう本当に多種多様な曲を流すもちろん場所が多いから、すごい、ずっと例えば知ってる曲が流れてて知らない曲がパッと流れた時に、これ何ですかって聞いたら、めちゃくちゃ意外な、ね、なんか流れで、その流れでこのアーティスト流してくるんだって思って、その辺はちょっとね、DJ、慎吾君もさ、なんかたまにプレイ中にお客さんがこう DJ ブースに寄ってきて、これ誰ですか、やばいですね、みたいなのあるし、ね、まあ、黙って、ね、聞いて取り入れる人もいたりとか、直接 DJ とのこうコミュニケーションを、ね、来てくれる人たちもいるけど、その辺でこう、どうですか、やっぱ嬉しい、聞かれると。ね、やっぱり、うん、せっかく現場なんで、うん、まあ、ざむでもいいんですけど、うん、いいんだけど、まあ、聞いてくれると、まあ、こっちのモチベーションも上がるでしょう。意外と僕ら DJ って盤面とか、僕らがレコードだったり盤面とかで覚えてるんで、アーティスト名、曲名分かんないとか結構あるんですけど、その場合ちょっと終わった後にこう見せる。ちょっと今待ってでもそういうふうにこう直接的にこうね、来てくれるっていうのが嬉しいですよね。なんかもうそれだけで、あれ今日どうだろうな、楽しんでっかななんて不安に思いながらやってる中で、ガーってくる人がいたりとか、聞いてくれると、もう、あ、よし、これであと2時間回せるわみたいな、モチベの上がりぐらいがあるよね。こういう方向ね、みたいな、自分のこう指標もね、こう定められるというか。でもそれと同じようなことってミュージシャン的にもない。あるある、あるある。なんかさ、お客さんの反応が大事。大事って言ったらちょっと任せちゃう感じじゃないんだけど、ね、もちろん見ちゃうもんね。いや、そう、やっぱりテンション変わりますよね。そうですよね。その辺って結構共通ってあるから、例えばソロをさ、ゲーンってさ、やっててね、やってさ、終わってフーってなったらさ、それはもうね、もうよっしゃってなるよね、うん、そうだよね。だってその反応が嬉しいのは DJ もミュージシャンも一緒っていう感じ。それはそうだよね。そう、一応ね、自分がちょっとおすすめの何か提供してる、確かに、ことに対しての反応があるとそれはまあ嬉しいよね。でそれを押し付けようとは思ってないけど、はいはい、それが自然発生的に盛り上がった時がもう、まあ、めちゃくちゃ嬉しいです。その一体感もなんかね、ありますよね。なんかうまく、ね、表現できないかもしれないけど、気持ちいいやつ、気持ちいいやつ、気持ちいいやつ。そうそうそう、俊介 G じゃないですか。そうそう、ウィンゴさんプロデュースされたってことですか。リミックスバージョンはこれな。あ、なるほど。実はね、そのボリューム0でもかかってた俊介 G の、そうですね、そう、T グループ&ユーマハラリミックスっていうので、ね、ボリューム0でかかって、それはだから僕がベースとギターを弾いて、T グループがリズムを打ってて、多分これよりもっと後か、後ですよね、フライハイで。ファーストアナログがね、そうですね、それがちょっと無事バズってくれて、あ、彼らのセカンドもどんどんアルバムでも出そうっていう。いや、いい、素敵な展開、かっこいい。はいはいはい、かっこいい。そう、オリジナルがバンドで作られるのがなくて、
かってるから無理くり、だって原曲よりもリミックスの方が短い。おお、珍しいですね。いや、その方が書きやすいから、うん、そしたらまあ無事ダンスフロアをちょっと想定しますからね。そうそうそう、そのこう静かになってビートがない展開とかあるとちょっとそこは飛ばしたいとかあるから、うん、あー、なるほどね。ちょっと前回ともつながってる話が、ね、ありますね。だってやっぱね、ハンちゃんなんてもう名だたるポップスのアーティストもさ、イントロピアノ、落ちそびピアノ、転調してまたピアノみたいな。あるね、それは多いじゃん、まあ、ピアノの宿命だよね。ピアノです。でもあとはその DJ 的にはそのついつい買いがちなものとかっていうのを あえてこ こういうミュージシャンの人たちの情熱とか話聞いて、俺らの聴き方も変えられたかななんて思って、はい、そこでチョイスして、そこでどうにかなんか繋いで繋げたらね、いいなって。そういうのもね、なんかこう共有し合いとかして。ピアニスト、キーボーディスト的にはさ、その曲を作る時の展開とかさ、あ、完全にピアニスト目線だと、でも確かに作りたくなっちゃう、ね、うん、特になんか、うん、なんかいわゆる例えばバラード、J-POP のバラードとか作るとなると、まあ、どうしてもなんかやっぱりいわゆるじゃあ B メロのこのちょっと変化があって、はい、で泣きのサビがあるか、で落ちサビもあって、なんやったら C メロもあってみたいなのは、なんかなんとなく作りたくなるかもしれない。それはもうピアノ目線ですよ。いいね、いろんな目線の話。確かに結構 DJ としてちょっとそのミュージシャンの作る曲ってやっぱり変拍子とかあるんですか？ありますね。これはやっぱまあなんとかうまいことやるんですけど、やっぱ使いづらいっていうか、表現は僕は好きじゃないんですけど、うん、っていうのはやっぱこうね、なんだろう、7回とか、合わねえと思ったってやっぱあるんですよね。こういうのってやっぱ多分、やりたくなるもんですか。どうなんだ。でもそれこそ昔、超変拍子バンド。まあそう、やってたけど。やってたよね。それも、とんでもない、5拍子とか7拍子とかじゃないですよ、なんかもう。13拍子とか何ですかこれはみたいな、7711とかね、謎の、そう、すっごいのやってましたよ。だある意味だからそれは全然本当にもうその、ね、例えば音ダンス向きとかじゃない、ね、ではないやつですね。なんかもう本当にね、まああれあそういう変拍子がこういうところで流れてると逆にここはすごいバードなんだ。これはすごいことやってるな。それちょっと勉強になります。それがいいのか悪いのかわかんないですけど。だからそのタイミングだよね。そうです、ね、その時のあのいらっしゃってるお客さんたちがどうして楽しめるか。そうだから自分がやるときはそういうの作ってライブとかでもやるけど、で自分がそういうのをこういう飲んでるときに聞くかっていうとまた違うっていう話だよ、うん、ね。そうだね。でもやっぱりそこら辺が上手い人もいるよね。本当変拍子だけど変拍子に聞こえなくて、そのてか変拍子だけど乗れる、うん、だからそれね、あるよね。もう言っていい、ステビーワンダー。確かに、ね、気づいたら転調してる、気づいたら変拍子になってるけど、譜面を書くまで気づかないみたいな。それでいいよ。あれすごいんだよね。ボブ・ディランも。ああ、そうなんだ。ボブ・ディランってその楽曲の構成とかというより歌詞を優先するから、文字が余っちゃったところで一拍多くなっちゃったから変拍子、二拍多くなっちゃったから変拍子みたいなのがあるんだ。すごいわ。これはちょっと。トーキングボックス、すでに熱い。すでに熱い。すでに熱い。すでに熱いのですが、序盤で激熱。ちょっとこれにも触れたいんだけど。触れたいよ。ちょっとこれだけ感じる。これ触れて。いや、もうだってまあね、アーティストはもちろん皆さんよくね、キャラさん。これはどう？あ、これも曲一緒にでトラックは全部。だからもう。そもそもリミックスとかじゃなくて、あ、もう一緒に、完全にですね、オリジナルアルバムの中の一曲を一緒に作ります。いや、ちょっとね、僕もね、かけて、もちろん、あの、所有させていただいてるんですけど、こういう話聞くと、また新たにハッとさせられますね。僕も知らなかったんですよ。これとかは、まあ、分かる人は分かるけど、メリー・ジェン・ガールズとか、メアリー・ジェプライジで有名なところの、あの、曲
か、オールナイトロングとか、あそこら辺のビートのあり方をちょっと、ちょっとサイドチェインっていうんだけど、ね、うわーっていう、サイドなんでしたっけ、サイドチェイン、サイドチェイン、サイドチェイン、それ感じの好きなやつね。うーん、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 露骨じゃないけど、ちょっと入れることでビートは懐かしい、ちょっとだけ今っぽい、あー、めちゃくちゃいい、いい感じ、そういうのが、まあね、年齢的に言ったら、もう俺もそうだし、姉さんも、姉さんなんで、あれだけど、やっぱ、昔のいいとこと、今のいいところを、どうやって、作品にしようっていう、ハイブリッドですよね、そうそう、っていうのを、まあ、意識して、大好物系ですよ。でもやっぱりそのキーボーディスト的には、あ、サイドチェーンやってんなこれみたいなのある。いや、そこまで、うん、いや、その集中して家とかでこう聴いてる時はそうだけど、そうでこう飲んでる時とか、むしろこの単純にこのノリにね、うん、ビートのね、あり方がどうとか、あ、ここコード、あ、テンション入れないんだとか、入れるんだとか、ね、そういうのは聞いちゃうんでしょ、だってね、あ、切るとか、そういうのは聞いちゃいますけど、で抜き方どうとかね、でも本当に細かいところは、じゃあバーで聞いてるかっていうと、どうなんですかね、どうだろうっていううちに次に進む、時にはね、ミュージシャン伏せて、ね、飲みに行かれてる時もあるからね。まあでもそんなね、スインゴーさんはこう DJ として、そしてプロデューサーであったりアレンジャーであったりと、こういろんな作品されてる中、こう DJ もされると本当にすごい幅広い、だからね、今回はね、DJ としてお呼びさせていただいたっていう、その可能性がすごい素晴らしい。そう、スインゴー、名前を名前を呼ばれました、名前っていうか、なんかあれだよね、こうめっちゃすごい、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 誰も行ったことない人と、俺も最後そういうイメージだけど、基本洋楽歌って意外とそんなことないんだよ、そうそうそう、行ってみてわかるけど、意外と、さっきのノブ強さ、そう、多分、まあ、もちろん誰もが知ってるし、でもこう、あ、普通にこういうのも流れるんだって、それも結構楽しいよね。そうなんです、はい、そうとかして、なんかその、カンちゃんも自分でさ、アレンジとかプロデュースとかさ、するわけじゃん、するね、やっぱそこら辺の話をさ、ちょっと、この先はスインゴさんをこちらに交えて、ちょっと、めっちゃ緊張するね、聞いてみたいみたいな、どうすか。ね、まさに今日の、ね、面白い、ピアニストさん同士の、そう DJ 側とミュージシャン側と、でちょっと後半戦はね、シンゴさんに回していただいて、スウィンゴさんにこっちでちょっとえっていう、そういうややこしい面白い感じ、ややこしい面白い感じします。そんなのはどうですかといった感じでね、最後にしましょうかね。はい、わかりました。いや、もう今日にぴったりな曲でございます。お、素敵。ちょうどいいからな、ちょうどいい感じの。おーいえー、ずるい、ずるい、ずるい、めちゃくちゃずるい。これ最初に来るかと思ったんですよ。もう、DJ 同士の、もうこれ今日もう終わりみたいなやつじゃないですか、もう。いや、酒が美味しくなるな。エンドロールがこうやってここ下に出てる。確かに。ね。いや、まあまあ、これアコーディオンとか弾いてますよ。アレンジ。え、スインゴさんなんですか。そうだ、これ一応アレンジやったバージョン。生でアコーディオン。生でアコーディオン。おお。アサちゃんさんと秋田ゴールドマンシンクがベースで、やりました。アレンジもやっております。今日はだからオレオレ。オレオレな、オレオレセレクトで名曲だらけ。そう、だって名曲だらけ。まあ、曲はね、もちろん杉正さんいろんなバージョンもあるけど、CM でも井川遥様が出てるので、もうこの曲短いんで、まとめに。はい、ではこんなね、トーキングボックスですけれどね、もうあっという間に時間が過ぎちゃうもんでね、ではそろそろね、後半戦に行って、そして
慎吾さん後半はね、そう慎吾高橋、ビズニーズレコード、そうそうそう、で慎吾さんはね、こういうね、ミックス CD なんかもね反射しちゃうけどね、作られてるね、これそんな慎吾さんの DJ プレイをね、ここからスイッチして、そして慎吾さんとハンちゃんのキーボーディストプレイも、あ、プレイじゃない、トークもね、お楽しみいただけたらと思います。それでは後半もよろしく。